はい、こんばんは、うさです。今夜のうさぴよの巣、こちらドラゴンクエストけしけしからイベント、はい、ドラゴンクエスト11ですね。はい、こちらのイベント、ドラゴンクエスト11決戦、ウルノーガが待つ天空魔城へっていうのの、多分最終章になると思います。ですね、こちらの方、はい、いよいよ私の好きなストーリーが進むんじゃないかなと思って楽しみにしておりまして、はい、ですね、お、新しいピックアップガチャでございます。聖女セーニャってこれね、はい、ショートカットバージョンセーニャなんですけど、あー、このセーニャが出てくるということは、もう11やってるユーザーの人になったら絶対もうすぐ分かっちゃうと思うんですけどね、そのセーニャがショートカットになるくだり、ちょっととても涙なしで語れない、とてもいいお話が、いいお話、ちょっと悲しいお話になっちゃうんですけども、はい、セーニャが独り立ちするというわけではないんですけどね、そういう意味ではとってもちょっと感動的なお話にもなっているので、はい、楽しみなところでございます。29日まで頑張って引かなきゃな、私。私この11に関しては欲しいところが物欲センサーがすっごい過敏に反応しまくってて、欲しいところに限って全然出てこないんですよね。はい、あ、強敵チャレンジも、はい、解放されて、セーニャが、あ、まだ髪が長い、そしてお姉様を探している、ベロニカを探しているところということは、あ、もう始まっちゃう、ここはちょっとどういう風に、あ、やっぱりテキストだけなんだ。でもそれでも十分なんだけど、はい、木のところでね、眠りこけてるベロニカを見かけるんだけど、ベロニカが起きないんですよね。ベロニカ本当好きなんだけども、もうここでさらに好きになってしまって、最初見た時はただのロリっ子で、なんかもうあざといなって思ったりしたんだけど、実はね、これは事情があってのこの姿で、中身はすごくしっかりして、芯が強くて優しい女の子だったっていうことがわかるストーリーで、ほんとこれもう涙なしでは語れないっていうか、もう、あ、消えてしまう。ここがね、ほんとにもう11のゲームやった時も足泣きしてしまったところなんですけども、言ってみれば、私が魔法使いとか結構好きなんですけども、どんなゲームでも大体魔法使い系とかよくやること多いんですけども、さらに輪をかけてなんか好きになったというか、憧れたきっかけ、ベロニカも、はい、一つになってしまったという、それほどちょっと印象深かったわけなんですけどね。はい、ということで、強敵チャレンジ、これね、まさかのこいつからなんだって思ったんですけど、多分これはほんとトレジャーズの影響もあってたと思うんですけどね。キラコルド、どう見ても多分ね、こいつ
めかめかしいんだよね、デザインがね。あのキラゴルドって名前を聞いた時にすっごいあの金に汚い金の亡者みたいなおっさん系のなんかこうデブデブのなんかそれをモチーフにしたような敵デザインで来るのかなって、ボス中ボスデザインみたいな感じで来るのかなってイレブンやってる時にも思ってたんですけども、それを思いっきりこうあの360度、あれ360度じゃ帰ってくるわ、違うわ、180度か、180度、そう反対って180度だよね、うん、180度いっちゃったあのデザインで、まさかのこんなね機械系というかマシン系デザインで来ると思わなくてちょっとびっくりしてるわけなんですけどね。でイレブンの方での敵とのね、あ、もうやっつけちゃった。はい、あのボス戦とかだとね、めったに見れないこの後ろ姿がね、すごいチラ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 とよく見せてくれるので、ちょっと貴重だなって思いながら、このケシケシのキラゴルドの背中を見ていたわけでございますよ。背中？はい見ていたわけなんですけどね。でもまあやっぱり最初はまだなんとかやっつけれるね。うん、これがねレベルが上がっていくとちょっとだんだん苦戦しちゃうんだよな。でも報酬はいいので、標的チャレンジは時間を見つけてはなんとか、はい、ちまちまとやっているところです。あ、またいいシーン、これはいいシーン。だってねこの2人はね双子だからね、やっぱ生まれた時からずっと一緒なわけだから、そんないきなりね片方がいなくなりますっていうのをね、もしもの話でもされてもねピンとくるもんじゃないよね。やっぱこれは友達とか家族とかでもやっぱり考えたくなかったり、そういうことはあんまり考えないようにしているところがやっぱりみんな無意識にあるわけで、っていうか大事な人がいなくなっちゃってもう二度と会えなくなるっていうことは普通考えないよね考えて生きていかないはずなんで、それを無理やりこうやって考えさせられてもピンとくるはずもなく、やっぱそのように答えてしまうわけで、あ、切っちゃった。これがねでもセーニャの生まれ変わる覚醒みたいなところのシーンでもあるし、大事なところでもあるので、まあまさか髪切っちゃうとは思わなかったけども、でもこれで一回り強くなるんだよまた。まあセーニャってベロニカとこう対比して優しい、おとなしい、おしとやか、どっちかというと僧侶系の回復とか蘇生系のね、なんかいかにも巫女みたいな感じのキャラクターだから、それがなんかいきなりこう凛として私も戦いますみたいな、ちゃんと明確な意思を見せてくれるっていうところでは大事なシーンではあったからね。そしてこうまさかのねクジラさん、クジラさん、はい、クジラさん出てくるんですよね。空飛ぶ星獣とかモンスター、モンスターではないか、聖なる生き物みたいなのはドラクエでは結構ちょいちょい出てくるんですよね。空を飛ぶっていうのがファイナルファンタジーとかだとね、なんかあの飛空艇とか出てくるんですけども、ドラクエの場合は大抵こう空飛ぶ大きいなんか鳥だったりドラゴン、自分が育てた生まれさせたなんかドラゴン、ドラゴクエ展なんかでは
そういう設定で出てくるわけなんですけど、何かしらそういった形で聖なる乗り物みたいな、乗り物って言っちゃっていいのかな、うん、飛んでくれる、あの背に乗せて飛んでくれる生き物がまあいろいろ出てくるわけなんですけど、まあ今回のこのイレブンではクジラさんになっているようでございまして、まあちょっとびっくりしたけどね。はい。でびっくり、もう一つびっくりで、ホメロスさんが紫色になっちゃったよ。まあ魔族っていうかね、魔物になってしまったっていうか、うん、魂売り渡してしまった感じでございます。でもホメロスは結構出てきた最初の方から意外とあからさまに怪しかったんですけどね。やってみよう。めちゃくちゃなんか敵視というかしてたじゃないですか。私何したって思った感じなぐらいでしたけど、はい。でまあガチャガチャなんですけど、今回の正常性にはピックアップ、まあせっかくコインを10枚いただけたので10連をチャレンジでございますが、はい、全く出ないね。虹色にもならなかったのですっ飛ばしたけど、案の定出てこなかった。はい、なんかちょっと納得できないので、ゴールドの方でもやりたいし、どうしようかな。うーん、セーニャも欲しいけどね、ちょっとこっちの方のどんなドラケシに出会えるのか、アニバーサリーの方も引かせてもらおう。今までのね、勇者とか、ダメだ虹色来ない。うん。全然来ないわ、欲しいとこ。いろんな主人公キャラクターがやっぱり、めちゃくちゃ強いんですよね、この景色って。まあ、ドラクエのナンバリングだから当たり前なんですけど、それぞれのナンバリングのキャラクターの中の勇者クラスになって、ダメじゃん全部、オール金色。うおうわー、こういう感じか。いや、違う。違うんだな。やっぱしょっぱいな。物欲センサーが過敏すぎるんですけど、まあしょうがない。ちょっとホメロスのところに行くにあたって、ちょっとパワーアップ、パーティーをパワーアップさせたいなって思ったんで引いてみたわけですけど、はい、私の目論見は泡と消えまして、あかん。パーティー編成は、再編成はできませんでした。仕方なす。仕方なすっていうか。まあ、まだホメロスだったら、あははは落書き、ホメロスの、魔軍司令ホメロス、魔族ホメロスの落書きが、すごい、おっぱい。おっぱいがあった。多分こう胸筋がすごいよっていうのをあのアピールしたいデザインなんだろうけど、 まさかよもやよもやのあのおっぱいのデザインみたいにされると思わなかった。そしてあの意外とダメだ、落書き出るたびにちょっと持っていかれてしまうんですけど、あの意外と簡単に倒せました、よかった。うちの一軍がちょっと強すぎたんだね、これね。まだ一軍でいかなくてもホメロス大丈夫だったかもしれない。ちょっとオーバーキル気味な気がしてしょうがなくて申し訳ない。でもまあこれでまたストーリーは進むので、とりあえず
どのボスキャラも全力で挑むのが私スタイルでございます。はい、ホメロス魔族になったら露出度がすごい高くなっちゃって、なんか思いっくそ脱いじゃってるよね。服着てまってん大事なとこだけなんか毛がもっさりしてる、うん、でもこれもかわいそうだったね。お前のようになりたかっただけって、すっごいホメロスはグレイグに対してコンプレックス抱いてたんだね。ライバルみたいに思っててね、あの良きライバル1だったらよかったんだけども、それがね、どうしてもなんか自分の方が劣ってるって思うようになってしまうともうダメだろうね。友達じゃいられなくなってしまう、一線を越えてしまったって言ったらなんか ちょっと違う意味になってしまうが、そしてウルノーガンデザイン、そのなんか剣がなんかちょっとなんかひわいに見えるのは私の心が汚れてるからでしょうか。はい、トゲトゲしいし切れ味絶対悪そうだし、なんかつかとかの部分、やってみよう、あの刀でいうところのつばの部分、うん、つばゼリー合いとかいうところのつばの部分とかがね、なんかとってもデザインが18金でモザイクかけたくなるようなデザインなんでございますが、まあこれも行かなきゃいけないので行きます。ウルノーガーっていうか、あのケシケシ最近ボスキャラ戦の時は全部この扉形式になったよね。扉じゃなくてもいいような気がするんだけど、まあいっか。はい、ウルノーガさん、ウルノーガさんのデザインもとっても特殊ではあるんだけども、もう剣の方がちょっとすごくて、情報が全部剣の方に持っていかれてしまう。あ、剣の目玉が動いた目玉ギョロって動いた、ね、ダメだ、あの本当に剣の方に全部持っていかれるわ本当に。そしてあ、このウルノーガさんは動かないでくれるのね。あ、動いてくれてもいいのよって感じなんだけど、何言ってこのあのランプ、あのなんか周りのこの形式書、こういう順番というかあれを位置を変えてしまうのがとてもうざい。この雲、闇の雲ってのもすっごいうざいんだけど、あのいいところを自分の本当に、これはちょっと待って、次にあのスキルドラ消し作るのに必要だからそこに置いといてって思ってるのをよりによって消してくるとかね、意地悪 AI が働いてこの闇の雲がもくもくと侵食してくるので、できれば早いところでこれは駆逐したいと思っているんですよ、このランプといい闇の雲といい。お、なんか変なとこで並んじゃったな。お、これで、あ、まだちょっと残ってる、なんかちょびっとドットだけ残ってる、これでとどめさせるだろう。オッケー、ウルノーガさんちょっと意外としぶとかったなあのさっきの一撃でやっつけられるかと思ったら意外とワンドットぐらいで生き残りおった。はい、ようやくなんとかここまでたどり着けた、勝った。はい、今回実はね、なんだっけ、前回のライブ配信の、ドラクエ10のライブ配信の方ではちょっとざっとお話ししたんですけれども、私2夜目の方で実はあのこのベロニカの一番最初のベロニカがあの消えてしまうところのストーリーをやったんですよ。
実は私のメインキャラのウサの方で全部この収録は行っているんですけれども、その一番最初のところだけ実はピオの方、ニアカメのつい最近作ったばっかりの方ので実は収録したんですね。っていうのもツイッターの方で私ニアカメの方のフレンドをつい最近お願いしますフレンドなってください、ハートスタミナを送ってくれる友達大募集です、助けてくださいって言ったらすごいいっぱいフレンド来てくれて助けられたんですけど、何って実を言うといいよ、ね、このウサっていうメインの方、一夜亀の方のメインキャラの方でこれを始めて、このケシケシを立ち上げて、で収録をし始めたんですよ、録画し始めたんですね、動画に編集するために。そしたらなんと私のスマホがもうすごい古いタイプで、このケシケシを立ち上げてるだけでももうすごい熱持って、火吹くんじゃないかっていうぐらい熱持って、で時々こうカクカクしてしまうぐらいもうすごい処理が追いつかなくなってるんですね。でそういう状況のスマホでやっているので、どうなっちゃったかというと突然フリーズしちゃったんですよ、よりによって私の大好きなベロニカのシーンのところでセーニャが悲しみに暮れるシーンのところ、一番最初の冒頭の今回の動画の冒頭のシーンのストーリーのところでフリーズしちゃったんですよ。でもう何のボタンも効かないし、スマホごとも全部もう落とすしか、電源落とすしか、強制終了しかなくて、でそうしたら結局全部収録したものも消えてしまったということで、でこのケシケシってこのストーリームービーっていうんですか、キャラクターたちが喋るシーン、あれもう一度見ることできないですよね、これ二度目ないんですよ、見るところがちょっと探したんですけど、未だに見当たらないんで、あるならば教えてほしいんですけど、調べても全然出てこなかったんですけど、まあそれで結局見ることができなかったので、ニアカメで、つい最近作ったニアカメで、急遽なんとか育てて突入することにいたしまして、このイベントに突入することにいたしまして、そのためにスタミナがすごい必要になって、そしてツイッターで呼びかけたところ、ほんとあったかいドラクエおよびケシケシファンの皆様のお力添えのおかげで、なんとか今回の動画のように、はい、ちゃんとストーリーを撮ることができたわけなんですけどね、本当良かったです、ありがとうございます、本当皆さんありがとうございます。フレンドの方、ちょっとねニアカメの方はどうしてもちょっとイン率が下がってしまうんですけど、メインの方のウサの方がやっぱり時間そっちにかけてしまうので、ニアカメの方は若干落ちてしまうかもしれませんけど、でもなんとか頑張って育てていく予定ではあるので、今後もフレンドの皆さんよろしくお願いしますなんですがうお、来たで、ウルノーガのいわゆる真の姿ってやつですね、真ウルノーガ、はい、ここまでたどり着けました。これもね、一人に本当にウサのフレンドの方の皆さん、そしてニアカメの、ピオの方のフレンドの皆さんのおかげで、こうして、はい、楽しいケシケシの動画を収録して撮ることができて、はい、ここに至るわけなので本当ありがとうございますなんですけどいやー、びっくりしましたよ、まさかの、はい、スマホをフリーズ、よりによって好きなシーンの時にねフリーズして見れなくなっちゃって全部消えちゃいましたなんて怒ると思いませんでしたよ、本当に大トラブル。はい、そろそろねスマホだから新しい新機種に変えようかなとは思っているところですので、まあちょっとねまだねいろいろとお財布事情だったりお金の事情だったりで
まだまだすぐにっていうわけにはいかないので、またそんなことがあるかもしれないので、そんな時にはまた皆さんに助けてって多分ツイッターで叫ぶと思うので、そうですね、ツイッターのフォローしておいてもらえるとすごく助かります。はい、ツイッターの ID はアットマークうさのぴよという ID、USANOPIYO ですね。はい、で、入力して来ていただけると私嬉しいでございます。よろしくお願いします。あとね、こちらのね、最後の方でもまたお知らせしますけれども、私の YouTube のうさぴよのすっていうこのチャンネルの方もチャンネル登録しておいていただけると、まあ YouTube を立ち上げてるとお知らせがピコンと、私が配信始めたり新しいのを出すとお知らせがいくようなので、はい、しておいていただけると嬉しいです。たまにね、ライブ配信でこう生でゲームを実況を皆さんに配信したりすることもあるので、そんな時なんかね、コメントとかしに来ていただけたりすると、私小躍りしながら喜びますので、よろしくお願いします。ということで、はい、新ウルノーガーが幅利かせてるわけなんですけど、でっかいね、巨大敵最近多いね。こういった上の方とかだけでしか攻撃がいかないっていうやつ。あ、でも落書きになるとえらい可愛いね。なんかすごく憎めない感じのデザインの顔になるね。はい、で一応ウルノーガ、新ウルノーガも倒せた、よかった。もう、けしけしのね、イベントはほんと短いので、その短い間にちゃんとクリアが全部できるのかどうか、いつもハラハラしながら実はやってるんですよ。なので、お友達の送ってくれるスタミナ、ハートとかすごい助かってるし、ありがたいし、ほんと嬉しいです。ありがとうございます。よろしくお願いします。これからも。はい。ちゅうわけで、はい。ウルノーガー、こうして見てみると意外とグロいな。肋骨見えまくれだ、見えまくりだな。痩せすぎじゃないか、ちゃんと食べてるか。はい、でウルノーガを倒してくれました。はてなはてなはてな。はい、カミュがかっこいいね。やっぱりカミュがね、ほんと出ないんですよ。ずっと狙っても絶対絶対全然出てくれない。でもね、ピオの方のね、ニヤカメの方では出たんですよ。やっぱり物欲センサーってあるんだなって思って、ほんとね、ニヤカメの方は急遽育ててたので、もうとにかく強い子だったら早く進めるようになる、強い子だったら何でもいいですぐらいの気持ちでガチャガチャ回してたら、神を出たよとか思って、え、なんでなんでって思って、私がすごい熱望していたウサの方のメインでは全然出てくれなかったのにって思って、とっても切なくなりましたけど、まあピオの方でもね嬉しいな。これからやっていきますのでね、ピオの方のも楽しみにしていただけると嬉しいです。ということでね、今回クエストの方がね、なんか何でもいいみたいなので、ステージ何でもいいので1ステージクリアしろっていうお題が来てたので、まあまだ育てたいキャラクターもいるので、ドラケシもあるので、はい、ようやく出たこのカミュー、カミューね、大盗賊カミオは出なかったんですけども、まあ普通のカミオはその後なんとか引き当てたので、このカミオを育てるためにはぐれメタルの方に、多分ね、このね書のはぐれメタルの書
これでも多分ステージクリアになるみたいなので、まあどこに行くか悩んだら、ステージどのステージに行けばいいか分かんなくなったらこのメタルの書とかでもいいんじゃないかなって思って、はい、育てたいのもあるのでちょっと飛び込んでみたんだけども、これがなかなか攻撃が当たらない。はぐれメタル、多分ね、はぐれメタルの剣とかだったら一発で必ず絶対命中で当たるみたいなんですけどね。でも剣を一つ一枠入れるのももったいないなと思ったので、あ、逃げちゃったかな、あ、逃げない、よかった、はい、やっつけました、よかった。まあこういうのもね、この調子、アイテムあんまり私は取っておくタイプでもないので、使える時に使おうって思っているので、いちご、ショートケーキのいちごとかも最後まで取っとくタイプでもないんですよ。意外とこうちまちまと道中で食べたい時に一口、ちょっと味変気分で一口みたいな感じで食べていくタイプなので、アイテムもそんな感じ、ちまちまと良さげなところで使っていくタイプでございますので、グレメタルの章だいぶ減ってる意外と減ってる。おお、なんとかこのウルノーガまでのストーリークリアシナリオ、シナリオじゃねえや、しおりきれいなったところで、はい、ちょうど終わった。あ、でもこうしてみたら、ウルノーガ、まだ大魔王ウルノーガの強敵チャレンジが解放されていないなぁというところで、お、多分これをクリアすればおそらくいけると思うので、はい、ちょっと経過の方は長くなってしまったので割愛させていただいたんですけども、この普通のノーマルウルノーガの強敵チャレンジを星3でクリア、星3取ればどうやら進むようなので、こっちの大魔王ウルノーガの方が、こうして解放、ほら、したですよ。ようやくしたですよ。よかった。こっち、こっち。これでいいのかな？はい。じゃあ、こっちを見てみようか。大魔王ウルノーガ。おー、やっぱり。っていうか、なんでいっぱい兵が、こんないっぱいもらえるんだろう。で、あ、今までの、そっか、イレブンのストーリーで出てきたドラ消しを下の方からピックアップでもらえるようになって、あ、最後にレベル99とか絶対倒せる気しないこのウルノーガ、シングルノーガのドラ消し欲しいけどたどり着ける気がしない。意外とね、この強敵チャレンジが最初の方は、まあ確かに、はい、意外といけるんちゃうってこう思わせるような感じで柔らかいんですけど、もうだんだん回を重ねるがごとく、当たり前なんですけど、レベルが上がっていけば上がっていくほど硬くなってって、攻撃もすっごいえぐいことになって、もう2、3発でこっちも削られて終わってしまうような。しかもね、この強敵チャレンジは続けることができないんですよね。ジェムだっけ使って、ジータンか使って復活っていう、普通のフィールドの
復活のあれはないので、そういったことはしてくれないので、強敵チャレンジはもう己の力で一発勝負みたいな感じなので、ちょっとねレベルが上がっていくときついんだな。お、ウルノーガでもご褒美が少しずつこうやってもらえる。でもね、強敵チャレンジの本当このご褒美は意外と美味しいものがあるので、まあ時間を見つけて本当に少しずつ進めていくといいみたいですよ、うん、私も仕事のね行き帰りとかでちょっとバッテリーに余裕があればバッテリーもすごい食うからね、この消しね、まあ余裕を見つけてやっていってます。ということで今回のウサビオノスいかがでしたでしょうか。今回のは、ドラクエイレブン、決戦ウルノーガが待つ天空魔城へファイナルのステージでございました。またぜひうちの、ウサビオノス配信そして動画楽しみにしていただけると嬉しいです。ツイッターのフォロー、チャンネル登録お待ちいたしております。それではまたお会いしましょう。またね。